皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日は3月の購入品紹介をやっていきたいと思います。はい、毎回毎月恒例の企画なんですけど、今年もっていうか今月も3月もたくさん買い物をしたので、ぜひご覧いただければと思います。それではレッツゴー。はい、ということで、まずね、私が着ているこちらのこのピンクの桜のようなワンピースなんですけど、こちらはアンジェリックプリティさんで買いました。ということで、まあ、このワンピース以外にもこのヘッドドレスをね買ったり、わかるかな、かわいい、何でも合わせやすそうなヘドレと、あとはですね、何でも合わせやすそうなカチューシャ、もうこれは他のなんかお洋服にも結構合いそうな感じのリボンのカチューシャと、あとなんかこちらですね、タイツも購入しました。こちらも合わせやすそうな感じで、まあ、アンジェリックプリティさんのお洋服に合いそうなので、こちらと、あとはね、これはね、実はついてたんですよ。このお洋服が、ちょっとイースターというか、うさぎちゃんということなので、こちら。うさぎちゃんのカチューシャと、あとはね、バッグも買いました。もうこのお湯バッグ大好きすぎて、まあ、エコバッグ的な感じになるのかな?この中に入れれるのかな?入れれないか。まあ、こんな感じの中にポケットもついている、もう本当に何でも入れられそうで肩からかけられる。これ、プリティさんのお洋服だった柄ですね。の、トートバッグを購入しました。あとワンピースですね。なんか春なので桜っぽい色みたいなのが欲しくって、このワンピースをゲットしました。ということで、その時にね、小物などなど、まあ、頭物とかも買いました。プリティさんで買ったものです。続いては、ジェラートピケさんで買ったものです。なんか今月というか3月はイチゴとか桜とか結構ピンクモチーフが割と出ていて、ジェラピケさんのイチゴシリーズめちゃくちゃ可愛かったんですけど、それのトートバッグ、もうトートバッグ買いすぎ問題なんですけど、を買いました。これね、本当にちょこっと近所にお出かけとか、お買い物って時に使いやすくて、こんな感じで、いちごがね、ついている感じで、肩からもかけれるし、ちょっとくすみピンクなので、合わせやすい、どんなお洋服にも。まあ、サブバッグとしても使えそうなバッグを購入しました。2700円ぐらいだったと思います。じゃん、エミリーテンプルキュートさんのお洋服なんですけど、これは広島にね、ポップアップショップ2日間やらせていただいて、ゲスト出演させていただいたんですけど、もうずっと店内にいると本当にお洋服が欲しくなっちゃうんですよね。まあ、可愛いお洋服だったり、割とポップアップでしか売らないようなお洋服とかも売ってたりするので、買いました。買ってしまいました。で、エミキュさんではなく、まあ、メロバスさんなんですけれども、以前ね、出てた紅茶の缶の柄なんですけど、これやっぱずっと欲しくて気になっていて購入しました。実は広島の Vlog でも着てるんですけれども、リボンがね、ちょっと紫がかったリボンと、あと柄がもうなんて言ったって可愛いですよね。紅茶の缶、いろんな紅茶の缶だったりが描かれていて、ちょっとね、クラシカルな大人っぽい感じのワンピースですね。こちらを広島でポップアップショップが終わった後に購入させていただきました。はい、続いていきますね。じゃーん、まあ毎回恒例のアクシーズさん、もう袋めっちゃ可愛くないですか ?20 周年の袋で、毎回ね、撮影とかインスタライブに行かせていただいた時に、購入しちゃうんですけど、予約しちゃったりとかね、するんですけど、今回予約したものはこちらでーす。ピンクのワンピース。めっちゃ可愛いですよね、これ。他にもくすみ系の色とか、あったんですけど、私はやっぱピンクかなと思って、まあ、インスタライブでも着させていただいてピンクを購入しました。結構ロングめで、
可愛いんですよね。で、楽に着れるし、シワになりにくくって、めちゃめちゃ重宝しています。中にね、ブラウスとか着ていただいても可愛いかなと思います。で、アクシーズさんで、なんか新しい大好きな、私の大好きな靴がね、出ていて、それも多色買いしました。じゃじゃじゃーん。まあ、皆さんも買っていらっしゃったり予約している方多いと思うんですけど、アクシーズさんの靴私大好きで、めちゃくちゃ歩きやすいのでほぼほぼ毎日履いてるんですけど、新色でこの紺色ネイビー、ちょっと色わかるかな、黒と比べるとわかるんですけど、これがねネイビーカラーと、あとはもうピンク結構履いちゃってるので汚れてきちゃってるんですけど、ピンク、もうピンク絶対出てほしいと思ってて、出てくれてもう感動みたいな感じすぐ買いました。あとはもう合わせやすいブラウン、今まではね黒とか白っぽい色が出てたんですけど、黒、あの茶色もねクラロリさんとかに合いそうなので、マクシーズさんのお洋服も茶色系のお洋服出たりするので、もう合わせやすい茶色、この3色を買いました。私はね足がねちょっとちっちゃめではあるんですけど、アクシーズさんの S だとちょっとちっちゃいので M をいつも購入して、ちょっとねちょっとブカッとするんですけど、まあそれでも全然痛くならないのですっごく楽です。もうディズニーとかも全然行けちゃうぐらいなので、あと合わせやすいのでいろんな色もあるのでぜひね見てみてください。はい、を買いました。アクシーズさんで買ったもの、じゃあはい、大好きな島村さんで購入したものです。まあ、島村さんはねコラボをさせていただいてたりするんですけど、私もちょこちょこ買いに行ったりはするんですよ。日曜雑貨とか、あとキャラモノサンリオとか、いろんなキャラクターとコラボとかするじゃないですか。それでちょっと買い物行ったりとかもするんですけど、まあ自分の商品もリサーチしに行ったりもするんですけど、で結構よくね買わせていただくのがフローリングに敷くようなやつっていうか、で今回なんか春っぽいピンクがね売っていたのでこれを購入しました。結構縦に長い感じなので、ベッドの下に引いたりとかソファーの下に引いたりとかもできる感じなんですけど、これね破格のお値段で1290円、まあ、税込みで1400円なんですけど、めちゃくちゃ安くて、でこのシリーズ結構夏になるともうちょっと薄手の生地が出たり、冬になるともうちょっとボアっぽいあったかい感じの素材が出たりするので結構頻回に買い替えてるんですけど、今回はちょっとまだモコッとしてるんだけど絨毯っぽい感じの生地、裏側はねこんな感じになっていてのピンク、まあ、春らしいピンクが出ていて、まあ、お洋服というか、あのお洋服じゃない、お部屋にもね合いそうだったので、こちらマットを買いました。1200円、島村こういうのも売ってるからいいですよね。めちゃくちゃ重宝してます。毎年というか毎月、月じゃないの、季節が変わるごとに私はこのラグを買ってます。島村さんで買ったもの、じゃーん、これがね売ってたんですよ。私のシリーズの靴下、リボンがついてる靴下。もうこれからはちょっと暖かくなってきたから、こういうクルー丈のソックスはめちゃくちゃ重宝する、本当に何本あってもいいってまあ大阪弁になっちゃったんですけど、何個あっても本当に正直いいじゃないですか、洗い替えみたいな感じで。で私のコラボのやつです、と黒と白が売っていたので買いました。これは本当に何個あってもいいですよね、使えるのでゲットしました。今日のお洋服とかにも合いそう、ロリータでもいいし、まあ、普通にねクラシカルな感じでも普通のお洋服でも全然合わせやすいので、まあ、私たち夏でもねロリータは靴下を履くことが多いので本当に重宝します。これから長いスパンで重宝するので、島村でゲットしたアイテムたちになります。続いてはじゃん、毎月恒例メゾンドフルールさん。ねえ、なんかみさこちゃん買ってなかったって言われるんですけど、実はねこれだけ買いそびれてしまっていて、あのお店で売ってたので購入しました。じゃじゃーん、バッグとかポーチとかは買ってたんですけど、このなぬいぐるみポーチ的なものは買い忘れてしまっていたのでゲットしました。これはね後ろがチャックになっててこんな感じ、
何が入るだろう、まあ、お菓子、アメちゃんぐらいかな、まあ、入るちょっとポーチ的なものゲットしました。もうこれほぼコンプリートできたかもっていう感じのものを買いました。もうメゾンドフルールさん大好きなので毎月買ってます。じゃん、こちらミッフィーキッチン。これよく私軽井沢にね3月に行ったんですよ。スキー、春スキーをやりに。そういうなんか観光地的なところに、まあ、スヌーピーとかミッフィーちゃんのお店って必ずあると思うんですけど、そこで買ったボリスちゃん、めちゃ可愛くない？このボリスちゃん、もう超可愛くて一目惚れして買いました。ちょっとなんかキッチンな感じ、なんかあのボリスちゃんのこうチャームというか。で、袋もめっちゃ可愛くないですか？この袋もね、買いました。10円、20円ぐらい。割と安くてびっくりしました。結構しっかりした袋を軽井沢でゲットしました。じゃーん！これはね、キャー！わかるかな？あ、これはね、本当に重くて見せるのめっちゃ大変なんですけど。じゃーん！じゃじゃじゃーん！これは、あのリールでもご紹介してるんですけど、フラワーノーズさんの新シリーズのストロベリーロココシリーズです。めちゃ大人買いって感じじゃないですか。これ引き出しに、あのフラワーノーズさんってこう引き出しとかバッグとかにもう全シリーズが引き詰められているという、もうマジで女の子の憧れみたいな、ほんと子供の頃憧れてたやつを大人で現実にできちゃうみたいな感じのやつで、こちらです今回のストロベリーロココシリーズ、これ全部ね入ってるの見せたいんだけどね。こういう感じで引き出しにリップだったりとかチー、こんな感じで入ってるんですけど、もうこのなんかめっちゃ重いんですけど、これのシリーズをゲットしました。今ねちょうどこれでメイクしてるんですけど、これアイシャドウ、もう可愛いの、アイシャドウとチーク、もう超可愛くないですか。でチークブラシとかも入ってるんですよ、この中にね。と鏡、めっちゃ可愛い、まあ、こんな感じで。チークは本当にピンクみたいな色、すごい相性がいい、今日のお洋服にぴったりみたいな感じで、まあ、中こんな感じのストロベリーロココなので、ちょっとロココっぽい感じもありつつ、ストロベリーの可愛さもありつつ、ピンクゴールドな感じでめちゃくちゃ可愛いやつをゲットしました。ラメ感もね、すごい良くないですか？めっちゃ可愛いと思ってゲットしました。はい、という感じで私の購入品紹介いかがだったでしょうか。結構サクサクサクとやっていったんですけれども、まあ、今月もね化粧品をこんなフラワーノーズさんでいろいろ買ったので、春メイクはちょっとピンクメイクとか、他にもなんかブルーっぽいお洋服を着た時はちょっと爽やかなブルーメイクとかにも挑戦してみたいなと思いつつ、まあ大好きなピンクも桜シーズンなのでたくさん着たいなと思っております。はい、ということでみさこの3月の購入品紹介でした。それではバイバーイ。